テントが。カーブっていう商品と、はい、で小川テントでいうと、あ、小川、今キャンパルジャパンか、はい、ファシルっていう商品とヒュッテレーベ、今年の新商品ですね。ヒュッテレーベ、かっこいい。今年の新商品です。僕2つが、大型の中でも、まあ、一番最大の大きさ、めっちゃでかいですね。コールマンの、マスターシリーズのコクーン3と、スノーピークの、一番の主力ですかね、ランドロック。あ、ランドロック、はい、あ、すごい、でかい。コールマンでかいですね。もうこれ以上のサイズないぐらいのサイズですね。春も大変じゃないですか。で、まあ、春のも、やっぱり、この構造上どうしてもそういう風な感じ見えがちなんですけど、はい、最悪慣れれば一人設営もできるまでいきます。そうなんですね。僕一人で、張ること多かったんで、はい、大体一人で20分前後でガーンって形にほぼなるかなって感じなんですけど、大体僕は族さんで、夫婦二人で協力してやって、初回は大体皆さんやっぱ覚えるのも含めて1時間前後かかりますけど、そうですね、で慣れてくると大体30分前後でこうもうほぼ形になってる。それがもうほぼ大きさ限らず大体そのぐらいですかね、皆さん。コクーンっていうツリーってやつが一番最後に後発モデルではかっこいい。この距離感すごい、幅が4メートルあります。このインナーテントからちょうどその前室の一番終わりまでも4メートル、約4メートル4メートルのサイズで、大型のシェルターテントとほぼ同じサイズですね、この前室だけで。天井もめっちゃ高いです。天井もだいぶ高いです。これがコールマンのコンセプト、高さを維持したいっていうので、なので高さを維持すると壁がぐわーっと起き上がるんで、じゃあその分風をまともに受けやすいんで、フレームの数を増やしてる。あ、なるほど。で強度面を上げてるっていうのが特徴で、結局これが一番後発品なんで、いわばいいとこを全部取っていってるっていうのがあるんですけれども、とにかくベンチレーション、いわば換気、続きですね。上もあるもん、あるの初めて見たんですけど、上も開くって。とことんこう換気にこだわってるっていうか、その空気の流れをできるだけこうシャットダウンしないで、作ってます。だから下から吸った空気を上に吐き出す。ベンチレーション効果。はいはい。いや、寝室も上。そう、寝室までこれ作ったの。上ね。これが良さです。で、結露も出ない。結露もだいぶ出にくくなります。そうですね。で、さらには結露を回避するために、はい、この壁面、はい、手前でのこの壁面の部分はこれ TC 素材。あ、本当です。コットンが入ってます。へー。でこことかはやっぱり水に濡れやすいっていうか、その、傷みやすいところはポリエステルにして、お尻の部分と、これ壁面だけは TC にしておく。ちょっとやっぱ結露の割合もだいぶ変わってくるかな。すごいすごいこだわってる。そうですね。ねえ、すごい。こんな、この隙間もだいぶ広いから。そうですね。この距離が結構大事みたいですね。結露の量も全然変わってくる。そうですよね。ここが広い、いいな。結構横風受けた時にこのインナーテントと接触すると、結局インナーテントが濡れちゃうってことになっちゃうんで。確かに。さすがコールマンというとこまで考えられてますね。これはコールマンというアメリカのブランドなんですけど、マスターシリーズっていうテントは全部日本人が1から10番。そうなんですか。考えられてるんです。へえ、マスターシリーズ。そうです。それがこのマスターのコクーン3っていう、一番のハイエンドモデルになります。でそのライバルがこのスノーピークランドロック。ランドロック、これかっこいいな。かっこいい。
こいい。色合いとね、バランスがかっこいいですね。もうずっとロングセラーの商品なんですけど、まあ、これは、お隣さんのコクーンに比べると、うん、フレームの本数は2本ほど少ない、うん、あ、そうなんですか。構造的に言うと、で、まあ、それは、まあ、メリットとしてはやっぱ重量を抑えられるのはあるんで、うん、あっちが30何キロに対してこっちトータルで大体20キロ弱ぐらい、10キロぐらい差があります。まあ、そういうところもあります。で、ただでもただただ本数を減らしちゃうと強度面の心配が出るんで、スノーピークのこだわりとしては壁をちょっと寝かしてるんですね、この壁面の部分。あ、ちょっとこの言えばちょうどコクーンと比べた時に壁がどんだけこう寝てるか起きてるかっていうのが結構、はいはいはい、確かにこっちは結構寝てるんですね。それも風の受ける面積をこう減らして逃がすっていうのが、だからコールマンはどっちかというと壁を起こしてガチッとこう固めるタイプに対して、こっちはどっちかというと受け流す。ただやっぱりあの風が強風、まあ強風時になってくるとどん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 風変動がしなってくるなってくるんで、でそれを回避するのがここに実はリングがこうついてるのね、はい、でこれは別に何とも引っ掛けるものではなくてここにロープをくくって筋交いを打つためのリングなんです。へえ。なのであまりにも横揺れが激しい時はこのランドロープのここに、まあ、その筋交いのロープを張って強くするという、まあ、そういう実はあるのがこれ、これ企業努力ですね。こういう、へえ、いかにこうフィールドテストをずっと重ねてやった多分結果やと思うんですね。でこのグレーカラーにも実はその意味合いがあって、遮光ピグメントコーティングっていうのがあるんですね。いわば日傘でいうと表は白だけど裏は黒みたいな、はいはい、ああいうコーティングのことなんですけど、そういう遮光を、日差しをカットするっていうコーティングを、ランドロップは全面に施してます。でこれをやったのはやっぱり初めタープがきっかけだったんですけど、スノーピークのタープの遮光ピグメントコーティングで日差しをがっつりカットして、はい、まあ、温度上昇を防ぐっていう目的で作られて、そのままそれがツールームになっているっていう感じです。でその技術がこっちにも使われていて、あ、そうなんですか。ここにも使われてるんですへえ。これ裏こんな感じですけど、あ、本当や。これがそのコーティングの、まあ、これでやるとよくわかりやすいです。これがそのコーティング。本当や、そうですね。っていうので、こう、はい、一応やってるのがそのランドロックの良さ。ああ、なるほど。対抗してますね。かなり意識してますね。意識してますね。まあ、ライバルみたいなもんなんで。そうですよね。そうです。なので、このやっぱりアフター、やっぱ最あの後発品で出たコクーンは、やっぱりそのランドロックの良さを維持しつつ、まあ、やっぱりその値段もある程度抑えつつ、はい、ランドロックで言うとこのシールドルーフっていうこのルーフの部分はオプションなんですけど、こっちは標準装備。あ、そうなんですか。へえ。跳ね上げのポールもこっちは標準装備だけどランドロックはオプションになっちゃうとか、あ、まあ、そういうところでちょっとずつこう差をつけてる。これ結構お得です。同じようにこう比較して足し算していくと。こっちの広さも広い、ちょっと広いですね、うん、で幅はね4メーターなんですよ。お互い4メーターで、そうなんですね、インナーテントの大きさも、まあ、ほぼほぼ一緒。へえ。全室の長さだけ、古墳の方がちょっと長い。あ、そういうことですか。使うか絶対迷いますよね、お客さん。結構ね、そうなんですね。あの決め手が最後見た目ね。そうですよね。見た目で言ったらもう ねその人それぞれ、そうそうそう、やっぱコールマンって言ったらコールマンっていう主張があるんですけど、スノーピークは確かこうスノーピークってこう、ね、ちっちゃく書いてあるね。だその辺でこうちょっと好みは分かれますけどね。機能性重視の人はコクーンになりがち。あ、そうですよね、はい、今年出た、まあ、ロッジ型のちょっと派生版、はい、ちょっとこうなんていうか、うんうん、横幅を広くしたテント、うん、まあ、結構攻めた形。そうですよね、小川さんにとってかなり攻めた形。新しいですね。もともとね、小川さんって言ったらもうロッジっていう、ロッジ型のテント、はい、まあ、ロゴでもあるようにロゴにも載ってるんですけど、あ、これね、ちょっとやっぱもうずっとロッジ型のテントは今までずっと作ってきてるんで、はい、まあ、その技術は継承しつつ、ちょっとこう横長のものを作ってみようってなったのは、なぜきっかけがって言ったらこれ
ノルディスクの、ウトガルドあ、はい、あ、はい、まあ、パッと見はそれに近いような形寝室をこう分けられてとか、まあ、そういうのも含めて応用したのがこの形ですね。で、材質は、もちろん白い部分は全部 TC 素材ですね。でこの辺はもうポリエステルで、ちゃんと雨に強い、雨に影響を受けそうなところは全部ポリエステルしてます。でここもまあね、色合いで言うと TC にすればいいのにと思うんですけど、ちょっと貼り方を間違えるとこういうふうにたわみの原因、まあ、今ちょっと引っ張りきれてないんじゃないですか、たわみの原因になると、はい、TC 素材でそこに雨水が溜まっちゃうんで、こうなってくるとその耐水圧を超えてしまうんで、ポタポタ落ちちゃうんで、まあ、それを最大限回避するためにポリエステルにしたっていうのが多分理由かなっていう。本当は屋根も全部 TC にした方がもちろん結露も変わってきますし、涼しさとかも全然変わってくるんでいいんですけど、やっぱり雨が多い日本なので、そうですね、そこにはやっぱり、いや、すごい、かわいい。でもこれタープ、あ、でもこうか、タープも続けてこう。そうですね、こっちはね、観音開きで、後ろはこういう感じで跳ね上げられるんですね。そうなんですか。お尻の部分はこう跳ね上げられる状態になっているんで、まあ、使い方によっては後ろから出入りもできますし、はい、あとは何人寝るかっていうのもあるんですけど、まあ、今みたいにこういうインナーテント1個つった状態だと、まあ、ご夫婦の方だったら2人寝て、まあ、ここはテーブルで荷物置き場みたいな感じにはできるのかな。でちゃんと結露防止のためにライナーシートもちゃんとついてるので、すごい。で設営は大体10分から15分くらいで1人で、ね、あ、そうなんですか。全然設営できます。ロッジ型の良さっていうのは設営のしやすさっていうか、骨組みを組んで膜体をかぶせて足もう一回起こして、もうそれで終わりなので、これの場合はあとは両サイド引っ張ってで終わるんで。かわいい。キャンプ場でこれをね、見たら結構インパクト、うん、ありますよね、うん、そうですね。でご夫婦の、まあ、この、ね、2つをなぜ置いてるかっていったら、結構ご夫婦の方が選ばれがちなサイズ感なんです。あ、そうなんですね。このファシルっていうテントも一応メーカー表記で4人用のって書いてますけど、はい、実際見るとサイズ感的に言ったらもうちょっと広さ欲しいなっていう奥行きというか、はいはい、荷物も置くこと考えたらってなるんで、僕らからすると余裕を持って2人から3人あのツールームとして使うのもいいのかな。まあ、なぜかというと前室の部分もちょっと細長いので、はい、仮に真ん中にテーブルを置いて椅子をこう向かい合わせると、うん、意外とこの椅子ってこうは置けなくて、背面の高いこの背もたれの大きいタイプはこうやっちゃうとこうメッシュが当たっちゃうので、うん、こうしないといけない。そうですよね。なので、うん、その辺ちょっと辛口で言ってますけど、ね、もう一つ言うと、その前後完全対称なんで、これの前は 兄気分であるアポロと全く同じ感じです。前も後ろも関係ないんで、キャンプ場で仮に張った時に、まあ、前後ろ間違えたら大変な作業なんで、これちょっとインナーテントを付け替えるだけなんで、で例えば張ったものの日差しがきつかっただったら、インナーテントを反対につけたら日差しの向き変わるので、もう全然それだけでも快適性は変わりますね。よくツインクレスターで間違えるな。あ、すいません。意外とね、あのちゃんと前後ろありますからね。こっちサイドボールなかったから、ね、なんですね、よく間違えるんだ。しまった、初めにみんな忘れてた。なるからありますね。そういうのがないのが、ファシルってやつと、もう一個兄貴分のアポロっていうのが同じような感じ。なるほど。かわいい。やっぱ小川さんかわいいわ。小川はやっぱかわいいですね。そうですね。2018年か19年ぐらいからガラッと変わりました。こういう、なんていうんですかね、アースカラーよりのものが
急にラインナップで増えてきた時に爆発したって感じ。3月ぐらいにちょうどそのアポロンが神社とかにも入ってきて、うん、でまあどうなんだろうなと思いながら展示しながらこう初めはやってたんですけど、じわ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 でアポロンっていいやみたいな感じになってきて、でそうですね、で初めはだからじわじわこう来て急にグンとこうスイッチが入って、そっからもうアポロンっていう言葉が大爆発で、そうですよね、うちあの時も必死に打ってたんですけどいやこれコンテントいいですよって言いながら言ってたんですけど、途中からはもう何も言わなくても勝手にこれくださいアポロン、このサイズめっちゃいいな、確かにこのサイズで、これでソロキャンプとかしてみたいです。いやそうです、僕も正直一人やったらこれ持っていきたいですね一人やったらこれ持っていきたい、あの設営も楽なんで、ね、これでソロ贅沢やな値段的に贅沢やった、いや、あのいい空間や、贅沢な空間、めっちゃこれもうグランピングみたいな感じで一人やったら、いやもう冬場のキャンプとかやったら最高ですけど ね中で全部こもれてるんで、うん、めっちゃいい、だったらこのサイズ使いたいですね、確かに閉所恐怖症なんで、え狭いの嫌いなんで、もうできるだけ広いのがいい、あの寝るだけのテント無理、ちょっとちょっと狭いなってな、足広げたいなってな、低いやつ、あそうそうそう、無理、低いのダメなんで、で僕らから見るとやっぱここはちょっとチープだなとか、うん、やっぱ出てくるんですよね、形的に見てバランス悪いなとかってやっぱあるんで、だその辺は僕らはその消費者の方に伝えれたらなとは思うんですけど、単純にやっぱ入りの形で、まあ、トンネル型っていうテントがバーッとこう売れていいなっていう話なんですけど、よく見たら風には弱そうやなっていうのもあるんですよ、中には。確かに僕らはこう一回もっとこう押したりとかして、まあ、それぐらいしなるのかなみたいな、まあ、そういうのを、まあ、特にこれとかだと4本の、フレームを言えば2回 X を組んでる構造なんで、ある程度やっぱしなるのはしなるんですけど、例えばそのコールマンこのコクーンとかだったら、おしならないですね、ただその分がっちりとちゃんと、うわすごい、こっちとか確かに受け流す、ああ受け流す、こういう風に受け流す、こうやっぱりテントってこう考えられてるかな、違うんですね、やっぱりその辺も見ないと後々後悔する、バッサーなるからやっぱり実際見て買いたいですね、テントは、うん、本当はそういうのもちゃんとあるんですよっていうのなんですけど、まあ、最近の、まあ、言えば傾向でいうとやっぱり見た目重視とか、うん、まあ、その有名な人が使ってるとかで、インフルエンサーの方で影響を受ける方も増えてる、またちゃんとこう精査すると実はちゃんといいとこあるんですよっていう、うん、まあ、従来の昔からあるブランドはやっぱりそこまで考えてるか考えてないかがポイントになってくる、そうですよね、はい、勉強になりました、勉強になりましたね、ありがとうございます、今のがテントの選び方ってやつですね、ねえ、本当に、はい、いやすごい、いやもうなんかテントの集約されたのがここにここでわかるみたいな、まあ、古き良きブランドたちですね、今揃ってるんですけど、他はスノーピーク、コールマンといったら、うん、今のこのキャンプブームより前にあったブランドですし、そうですね、でうちがちょうど立ち上げたこの1998年もともと東大阪でやってたんです、あ、そうなんですね、でその98年にやった当初はアウトドアの氷河期、あ一番どん底の時、その時に始めたんです、に始めた、まあ、それからどん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 こう、まあ、じわじわこう来てなんとか今に至るって感じなんですけど、まあ、本当にどこのブランドも全部撤退撤退の時期だったので、でその時まだあったのが この3社と、あとユニフレームっていうブランドです、ね、ああいうとこあったんですけど、まあ、なかなか厳しかった時代でしたね、本当に玄人の人しか行かないというか、そうです、ね、もう今キャンプ場なんで週末取れないんですけど、うん、いやもう行きたい時にどこでも行けるいっぱい。
ません、お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。いや楽しすぎた楽しすぎたんやけど、もうね、今日は新たなる沼を見つけてしまいました。新たなる沼、家から30分。やばいな。今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。サイキャブチャンネル、ママでした。それではさよなら。